ウソあれあれだし私はタイトルが思い出せないわあの派手ガの考察機 y b とよくしゃべる脚本家のやうわんだっけな <music> <music> 無限まやかしだ 高野湊です。です無限やかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちやかしを無限に貪り続けている私たち二人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。すもうええでしょうとは言わせない。<laughs> 地面師たちスペシャル。第六弾第五弾か。<笑>,笑いながら言っちゃったも。もうええでしょうとは言わせない。<laughs> もうええでしょうとは言わせない。<laughs> ありそう。ありそうなんか民放だったらありそうね。民放ならありそう。 半沢 <laughs> <laughs> 直樹倍倍倍返しプレイバックスペシャルみたいな。 あの、土曜のマっピルマンにやってる。あるな。ほぼ再放送なんだけど。間間で、全然関係ない、半沢直樹めっちゃ好きなんですよっていうタレントが喋るやつね。誰々さんが選んだ名シーンとかを、いい感じで編集してくれる。見た気になるやつね。それですよ。いや、それを勝手にね、草間でやっていきますよ。はい、本当に。致命したし。インターネットの端っこで。はい。 最高です。<laughs> 最高ですよ。2周目見ちゃいましたから、僕はもう。ああ、2周目見ましたか。今3周目さっきまで見てました。いや、俺も合間合間の、はい、あとその好きなシーンとかをちょっと見てばニヤニヤいですね,、はい、いやね。で、ここまでネタバレなしの総論を2回と、はい、えー、場面ランキングですね。はい、好きな場面ランキングそれぞれ5本ずつ持ち寄って、まあ実質ベスト10というのをやってますので、はい、まあそっち聞いていただきたいんですけど、はい、まあ今回はキャラクターランキングをやりましょうと。よっ ね。よ<っ>もう、ジャンプで3年ぐらい連載した後にやる企画ですから、ね。いや、ほですよ。あがきに変えてねっって。いやしかも、2人でやるからね。そうよ。応募総数2ですから。2>, 2。2> 別にその、きなリスナーに募ったわけですか募って、ね、めんどくさいから。集計めんどくさいから。<laughs> 集計めんどくさいから。 もう勝手にコメント欄に書いてください。はい。勝手にもう皆さんで目視で集計してください。僕らはやんないんで。いやーでも好きだったな、ジャンプのああいうやつ。いいよねああいうのをあると。もともとジャンプ読み始める前に、やっぱ単行本文化だったじゃないですか、最初って。で、え、なんでこれどういう風にコミュニケーション取ってるんだろうとか、やっぱ思うじゃないですか。そのハガキ送ったこととかないから。ああ、わかるわかる。で、なんか何回の時にはこうでしたみたいなことを作者が手書きのやつで書いてくれてる。はいはいはい。 あの、隙間のページとかに、あ、え、なんだろうこれどういうことなんだろうみたいな。単行本しかこのようにないって、なんか、小学1年生の時とかって思ってる。わかるかる。いつどこで誰の、誰のアンケートなんだって。だんだん、あ、雑誌っていうのがあるのか、みたいな。なってく。で、見開き2ページと本ってって主人公が1位じゃないパターンとかね。そう、絶対、ほぼ絶対そうだっいや、そうなっ主人公1位にならないの。で、こう、なんか腕組みしながら、そう。 2位の立場から1位の方を、ちょっと見上げてるみたいな。とですね。ね。それを地面師たちでやりましょう。地面まだ7話しか流れてないやつでやりましょうっていうことですから。そうですね。どうします僕一旦10位まで作っちゃったんですけど。全然気合入ってるね。10位。じゃあ10、俺はね、ちょっとね、5に絞ったぜ。じゃあ5からやりましょうか。5にするか。じゃあ5から聞いていいですか。絶対さ、こぼれるよ。 そう。うん。ま、番外編をじゃあ後でやりましょう。だってランキングの意味なくなるから、そんな。全員、さらっちゃったら。全員言ってることになるよね、結局ね。そうだから、ちゃんと、5人に絞りました。絞りました。はい。じゃあ僕も5位から言いますわ。はい。じゃあ5位。はい。じゃあちょっと私からいいです。どうぞ。じゃあ、地面師たち。はい。好きなキャラランキング。はい。第5位は。はい。辻本拓美。おお、低いな。低すぎ <laughs> 複線回収しま会社、主人公は1位にはならないって <laughs>。いや、そういうもんですから。さすがにないよ、ジャンプの漫画でも <laughs> <や>。ナルト5位とか。ナルト5位はないか <laughs>。ルフィ5位せ。せめて3位とかに入って。そうじゃない <laughs> ?2、3位にはいやー、辻本匠さん、主人公ですそか。はい、まあね、素晴らしいですよ。いや、そうなんですよ。僕、うんうん、でも、これ、これだけはちょっと言っておきたいのが、はい、僕ね、あのね、主人公という存在が、うん、 そもそも基本好きにならないわかる。僕もそうなの。なんなら嫌い寄りにすらなる。わかります。僕もそうなの。僕悪役フェチだし。もう完全に素朴。いや、近いですね。全然もう。ほんとそうなんですよ正直、ナルトとかに何の感情もない。さっきあんなこと言ってたんだ。いや、ほんとそうよ。気持ちわかるよ。このチャンネル長く聞いてくれてる人にはわかると思うけど、こんなにブリーチ好きなのに、黒崎一五に何の感情もないですから。 いや、ほんとわかるわかる。そうよ、俺も。村原喜助とか、愛禅孫介とか、一丸銀とかが好きですから、やっぱ。いや、ほんとそっちなのよ、俺も。きついよな、でも、匠って。いや、でも、俺はなぜ5位に入れたかというと、主人公の中で、あんまきつくなかった、俺の中でなるほど。もっと、こう、主人公属性というか、はい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 。なんかね、あの、その、要は視聴者の共感みたいな、 言葉や建前を使って、うんうん、もっとこう一般人寄りにしたり、なんか実は常識があるんだよとか、ね、もっと葛藤があるんだよ、うん、この人は根、ね、は悪い人じゃないんだよ、みたいなことを結構やるものが、うんうん まあ、多いと思ってるの。クライム者でさえ。そうだね。視点人物っていうか、その潜入したカメラのレンズとしての主人公みたいなことをやってくれすぎちゃうと、あんま好きにならないよね。そうそうそう。でも、お前どうせ犯罪やってんじゃんみたいに思っちゃうの、俺は。中途半端にこっちに寄り添われると、こっちに目配せしてくんないよ、主人公のくせに。そうそうそう。思うんだけど、今回ね、やっぱね、上手かったのは、あの、たくみさんの、 情報って、出すのだいぶ後なんですよ、実は。そうだね。その、過去ね。悲しい過去。過去過去。例えばさ、その、ほら、火事でさ、わーって行くところなんかは、ちゃんと見せたの、二話の冒頭ですからね。そっかそっか。で、一話のラストで、あの、お寺に行って、お坊さん、あまさんの、あちゃん。あの、あまちゃんの、あの人がこう、お経唱えてるところを、その、えっと、かわなつみ。かわいなつみを、こう、 襖の隙間から覗いて、はいはい、つーっと涙をす涙流してんだよな。あれいいよな。<laughs> あれいいじゃん。うん、で、あの時に一瞬フラッシュするわけ。うんうん、そのこう、家が燃えててわーって叫んでるところ。実はあそこまで、うん、こいつ何なのかわかんないのよ。なんかさ、ずっと前半はそこまでだと思うんだけど、うんうん、前半はさ、あ これって心がない主人公のパターンなのかなって思うっていうか。そうだよね。で、最終的にハリソンは、まあまあそうじゃないですか。うん、なんか、あれ心ないやつ、ダブルでいるのちょっと鬱陶しいな、みたいな。なんかそういう感じのモヤモヤはありましたねはいはいはい。はい、でも、それがあ、あるんだなんだけど、うんうん、俺はそこが好きだった。わかる。最初に、だって、 いきなりさ、のうん、その、いきなり匠さんのシーンって、何から始まるかってさ、はいうん、ハリソンからさ、地面師になりませんかって言われるっていうところで、そうだよね、急に出てくるわけよ。誰だよって,て。お前誰みたいな。うん、で、ハリソンという、そのこっちは、うん、あの山の中で熊を撃ってるという情報しか知らない、う,ん、うざくさん臭い奴が、うん、その熊撃ちの話をしながら、はいはい、急に、 私と組みませんかって言って。そうなんだよね。最初あれなんだよな、うん。もう全く、要はハリソンという、まず俺は、その素性のわからない、熊を撃っている自分を自命したと言っている人が出てきた。その人が <laughs>、うん、うん また、何と素性もわからない人に、私と組みませんかって勧誘している。誰なんだよ、お前はって。そうそう寄った後に、で、お前は誰なんだよって、お前誰なんだよ、ダブルなんだよ。知らない人が知らない人連れてきちゃったみたいな。そうそうそう。でも、こ,こっちだって,ジって <laughs> ジ、ジュメンシュって感じジュメシュジュメンシュあの、あの外国人ガイドみたいな。うんうん、ジュメンシュってなっちゃう <laughs> でもう、唐突なんだよ、あの二人とも。 唐突なんだけど、うん、でもあの仕事内容の面白さで見せる。はいはい、だから、人間のキャラクターを見せるよりも、うん、まず、仕事。この仕事がキャラクターであるっていう見せ方。で、こんなことをしてる人ってどんなやつなんだろうっていうふうに徐々に興味を持っていくっていう、あのガイドラインが、俺すごく良くて,て、その後も、 あんまりなんか内面を描くところそんななくて。はいはい、あんまないね。そうそう。で、しかもさ、匠さんが自分の過去の心情とかを吐露する場面って。うんうん ほぼ皆無なのよ。自分では言ってくんないよね。そう,そうそうそう。うん、あの時のことすっごいきつくって。やっぱあの、本当乗り、でもなんとか乗り越えて、初め死んだって、つって、いうところとか。そこを池田エライザさんが、こう、暴いていくっていうところで。そう,でそうそうそう。で、ちょっとその、まさにね、今高野さんが言ったみたいな、匠が自分語りしたところで、うん、そう。いや、仕事じゃないですよ。 犯罪ですって言われるっていうので、なのスパって終わるから、ラスト。匠自体もドライに描かれてるし、うん、物語側も匠に対してかなりドライなんですよね。そうそうそう。そうだからちょっと主人公の中でもちょっと好きになれるのかもしれない。そうそう。で、やっぱ匠の本性っていうのは、基本描かれてる、うん、リアクションでしか描かれないから、こっちで勝手に想像できるわけよ。そうだね。うん。だから、わか,かるわかるこ。だから、結構、この、俺は全く主人公に感情移入しない人間なのに、うん ノイズにならなかった。なんかさ、優秀なゲームのキャラクターっぽいんだよな。ああ<ー>、わ<の> <laughs> かるわかる。匠の肩、肩とか背中がずっと見えてる感じがするああ、そうそう、そうんな感じ、そんな感じ。で、匠にもバックボーンがないと、うん、ゲームを戦うのが、さすがにつまんなくなってきちゃう気がするんだけど、うん、ミッションを背負ってるキャラクターとして、顔はそんな見えてないっていうか。そうそう,そうそうそう。匠の背中をこう、僕らずっと追いかけてる。あな<れ>ゲーム画面っぽいね <laughs> あな<れ>た。<laughs> ゲームやらない割に、非常にまっといたこと言言ますね。いや、ほんとそうそうそう。ゲームの本質は知ってるんです。そう。っていう意味で、うん、巧み匠、5位です。だからこれは僕の中ではすごく高いです。なるほどね。 はい、本来だったら圏外である可能性があるもう,もう可能性どころかも基本圏外 <laughs> いやそうだよな何だろうワ、ん、ースト入るから俺主人公ああまあ逆算したらな、うん、そうそうそうだから良かった、うん、場面ランキングでもちょっと言及されましたけど、うんあのー、ホストをはめるというくだりのところで匠、はい、さんの作戦が説明されずに ちょっと視聴者の予想より早く作戦が展開していくっていうのがありましたけど、それもなんかこう先に走ってくれてるキャラクター感っていうのが、そうそうそう。主人公だね。あんま主人公を感じさせないっていうのが、そうそうそう。僕的にはすごい良かった。主人公にちょっと置いてかれるんだよね。なんか自分入ってると思ってたら、なんかズンズンこう腕掴まれて引っ張られてるみたいな。そうね。そっち行くのそっち行くのみたいな。これが良かった。これがね、ディカプリオとかトム・クローズとかだったら先に全部説明するもんそう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 俺は何をして何をしてこういう計画です。 っていうそれが失敗してっていうパターンもあるけど、このドラマの中盤においてはかなり先走ってくれるんだよね。はいはい。それがめっちゃ良かった。そうですね。わかるいいね。はい。じゃあ、ほら、もう10分経ったからさ、トップ10なんて言ってたら終わらないのよ。無謀だね。無謀だね。じゃあ、はい。はい。私の第5位。はい。かえでさんです。 あるよいや俺もねこの辺入れたたかったよ <laughs> 吉村海人さんが演じるホストですけれども、まさに今説明したね、<はい S 2> ホストをはめてというのが、中盤の作戦で重要になってくるんですけど、<はい S 2> 完全なかも役ですよね。<はい S 2> で、完全にこう少女に対してね、猥褻なことをしていて、完全に悪いことをしてるっていうのを、オロチというですね、アントニーさんに殴られて、脅されて、<はい S 2> 要は基本、無様なシーンしか出てこないやつなんですけど、 やっぱりね、こいつの、まあ、このままこいつは生きていけるんだろうな、みたいな、うん、こう、したたかさっていうのがあるわけです。で、とあるね、このドラマ全体の、まあ、バグというか、ま、最悪なバグですよね。によって、彼はまあ、とあることになるわけですけれども、あのバグさえ、あのバグ的な、 あのー、うわ、行っちゃって,いっていいないティア、みたいな。はい、あいつさえいなければ。あいつさえいなければ。<laughs> あの、バグ的なあいつさえいなければ。あ <laughs> そこ。うこのドラにおけるどういう配慮なのよ今さ、ネタバレ配慮してたの今。<laughs> <ょ>もうネタバレめっちゃ見てない人がいるかもしれないから。いるかいあ、ルイ・ビタナンのやつがいなければ。<laughs> もうめちゃくちゃ言ってる。ルイ・ビタナンのあいつがいなければ。<laughs> <laughs> あいつはだからこのドラマにおける最大の狂気なわけですよ、ね。<laughs> そうですね。<laughs> 最大の狂気によって踏みつぶされたけれども、はい。それがなければ、カエデさんっていうのは、一番器用に生きていけるっていうか。うん、はいはいはい。なんならあいつ捕まんないんじゃないのっていう気もするし。わかるわかる。捕まったとしても刑務所の中で相当快適に過ごすだろうなっていうのが、<laughs> うんうん、なんかね、頼もしいっていう感じがありまして。いやーわかるなこのドラマ全体の魅力として、やっぱ生命力っていうのがあると思うんですけど、お <laughs> おー、いいね。なんかそれを象徴する、なんかこう、どこでも生きられる虫。 みたいな <laughs> めちゃくちゃけなしてるようでめちゃくちゃ褒めてるそうなんかカラフルな虫みたいな魅力があるっていうか <laughs> ヒョウ柄のパンツ履いてるとかはそういうのも含めてそうなんだかね通り一遍のホストのイメージじゃない感じを背負おうとしてるところもあってその通り俺も、うん、あの吉村海人さんの「容姿」はいうん、あれめっちゃ意味あるよねわかるあのなんかやっぱホストセとしたさこう あれさ、やっぱあの店では結構ナンバーワンみたいな感じにされてる人だけど、やっぱナンバーワンホストといってポンと浮かぶ人だったら、うんうん、えもっと身長高くて、ね、顔がなんかこうあのスラッとこう2枚目っぽい感じでって。まあ、ちょっと前で言うとだから、上川光弘さんとか、なんかああいう人がやっ ってると、うん、まあど真ん中っていう感じはするけどね。そう,そうそう、でも今やホストもきっと多様化してるし。そうそうそう、それを吉村嘉之さんのあのキャスティングでめっちゃ感じたのよ。わ、うん、かるわ。うん、あの神は見返りを求めるっていうユーチューバーをモデルにした映画が。 おぉありまして、<ら>あの、岸ゆきのさんと、室あ、さんのやつなんだけど、ああねはい、それで、ちょっと売れてる YouTuber の役やってるんですけど、え、うん、それもめっちゃ良かったんだよね。あ、良さそうだな。だからなんか、いいね、なんか、先端的に小企業に生きている人っていうのが、そうなん似合う、絶妙な、その辺にいそうなんだけど、その辺にいる中でめっちゃモテてるみたいな、空気感がすごい漂ってるし、あと、黒い服じゃないっていうのも良かったよね。 ああ、そうだね。そう。なんか派手めな服着てるっていうスタイリングも、これ伊賀大介さんのスタイリングなんですけど、なんかね、全体的にすごいフレッシュで、あ、ドラマの中に出てくるホストとしてすっげえリアリティあるなっていう。いしかもさ、あの、うん、かえで、くんってさ、はい、多分、あの、可愛いなつみ、うん、あの、天さんからの、ふときね。ふときの売り上げ、一本で、わ、うんうん、かる。ナンバーワンになってる感ね。確かに。 そこがいいのよそれは多分マーケティングとしてはすごい正しくて、広く、うん、浅く売れるんじゃなくて、うん、こいつ金持ってるなをちゃんと嗅ぎ分けて、うん、で、ちょっと試して、あ、こいつに俺刺さりそうだわって思ったらめっちゃ責めるみたいなやり方でやってるっていうのが多分めちゃくちゃ正しくて、で、可愛い夏目の性癖も多分、うん、多分 え、配慮した上で、あの作戦を取ってるみたいな。そうなんところも含めて、全部完璧に商業的な人間なんだよなんかさ、あれで、わかりやすくイケメンみたいな人がやってたり、わかりやすくこう、ホストとして人気でそうだなっていう人がやってると、なんかそのギフテッドとを使って、なんかその、要は才能みたいなのを使ってやってる感が出て、それだと好きにならないんだけど、あのね、カエデくわはね、自分で考えて、したたかにやってる感じがね、いいのよ。なんかね、秀吉っぽい。 っぽいね。はいはいはい。そうそうそう。言うならそうだよね。信長じゃないし。家康でもない家康でもないし。秀吉なんだよね。あー、わかるないつか大河で秀吉やってほしいのはすごい。いや、でも、なるほどね。でもそんな感じはするわ。そうなんですよ。いや、わかる。っていうね、あ、意外に、そのカモ役としてもホストキャラクターとしても、意外に俺、実写映像の中で見たことないぐらいの、はいはい。立体感を感じたキャラで。いや分わかるね。立体感っていうのわかるね。あの、あんまりさ、本人がさ、 俺は苦労したんだみたいなことも言わないし。うん、けど、あの、あの見た目、うん、そしてあの立ち振る舞いでやってることを総合すると、こういうやつなんだろうな、っていうのが浮かび上がってくるって感じが。この程度のやつなんだろうなっていう感じもあるし、匠たちにこうね、顎で使われるようになってからも、そんなに嫌そうじゃないって、やっぱそこがすごい。いいよね。人間としてマジで強いから、そうなのよ。クソみたいな顔してないんだよね。 あっちが本当なんだろうなっていうくらいにら確かに。確かに。親分肌、兄貴肌じゃないのかもなっていう。子分肌なのに、うまくいきすぎちゃう人なんだろうな、みたいな。そうそう,そうそうそう。いや、楓くん、ベンチャー社長編とかも見たいな。<laughs> 楓くんの全職業で、闇 <laughs> キングしじまくんの被害者になってほしい。<laughs> <う>ね、<laughs> いや、もうあれ、楓くん目線で見たいもんね、あの、地面師たち。絶対面白い。第3話。<laughs> うん。 もうめちゃくちゃ怖いだろ、うねめっちゃ怖いケ。ケロイド、顔にケロイドつけたやつ、ケロちゃんって言ってたらさ。そう。そいつから痛い失敗返し食らった。アントニーさんにぶん殴られて。そう、あっニりさんよ。<laughs> 早朝の歌舞伎集で貼り付けにされて。本当に、でっけえ告示に、知らないうちに殴られて。沖縄行生かされて。そうそうそう。沖縄行かされて。変なやつにトイレ連れてこられて。<laughs> <laughs> 最悪だ最悪いや、帰最高です。わかります、わかります。すごい横ね。一人ずつに時間をかけすぎて。時間をかけすぎて。ちょっと不便していきましょう。5、5、キ5、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 だ5、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 さんね。そう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 。あのあれあれで出てるんだよね。はい。あ、だってメモに。 そう。隠されたメモリーだけ多分書かれてるのよ。で、タツさんから。そうそうそう。引き継いだやつね。そうそう。そこに久保田雅史で、あの、番号が書かれてる。なるほどね。っていうのが最高だよ。もう場面ランキングの時にちょっと触れてるけどね。だいぶがっつり。触れてるし、もうあの、言うならあれだけ。もうその初登場のインパクト一発で4位。 もう、完璧。公伝代わりに野ギャラでやりますよ。で、今、大島さんは目を向いている。や、最高なんだよもう、彼のセリフを言うときは目を向かなければいけません。いや、もう、ここだけの話なんだけど、あの、僕の大学時代のサークルの後輩で、ラパルフェルっていうやつがいまして、あの、安倍博さんモノマネとかでね、今一世を風靡してるんですけど、彼に LINE して、あの、地面師たちの情報や多分いけると送ったんで、もしかしたら、 めちゃくちゃ見たいめちゃくちゃ見たいありえるよねいや、あり得るありえるよありえると浮かぶねあり得ると浮かぶちょっとね、あり得るんで、楽しみ。本当にこれだけ。まだ見てないらしいの、忙しく。あ、そうそう。あ、じゃあ次やってほしい。最高だよね。正直これだけだし、その後も、 まあ、ぶっちゃけ。うん。あ<の>まあ、そんなに出てこないと、別に、うん。言うたったら、うん、もう、チートキャラよ。そうね <laughs> そう。何の説明もなく、面白いなんか面白いことが分かりましたよ。つって。で、それで。ジョーカーです。ジョーカー。だって匠が、うん、喉の奥から手が出るほど欲しい情報を、うん、平然と持ってくるそうだったよなこいつ。 キラカードなのキラカード。こいつ何なんだよっていう。召喚獣みたいな。召喚獣のり、バハムートなのよ、もう。なんか、もっとなんか、ゴブリンが来た、ゴブリンなの最初、最初ゴブリンなのに、歌わけたらバハムートだったみたいな。確かにそうだわ。なんでお前顔だけゴブリンなんだよっていう。確かに。本当バハムートじゃんっていう。いや、もうね、場面ランキングの時も説明したけど、やっぱさ、どんな奴が来るんだろうってやっぱ楽しみにしてたら、 ちょっと、やばそうな人が来るっていう。雨の中、荷物多い人が来るっていう。そのガラス越しにね、ルノワールの向こうから。で、エライザさんの方が上空にいるからさ、ちょっと見下してんだよね。エライザさんもうなんか、どう見ても不安そうなん大丈夫かこいつっていうで、コージュロイの汚れやすそうなオシャレな服着てるし、ルノワールでガラダ頼むして氷噛み下しくし。味おしぼりで涙吹くし。 5分ぐらいでわけわかんないこと10個ぐらいになってる。凄す,すぎる。<laughs> その後は、はい、ただただ有益な情報をくれるだけすごいわ。いタツたつさんの DNA を感じるっていうのもあるよね。それもある。だから、たつ、うん、さんと、あの情報屋の二人が、うん、あのルノワールで、ガラのロミアガラ会話してるのとか想像して、ちょっと胸がキュッとなる感じもいい。ね。たつ <laughs> さんとあいつの話見たいもんね。見た,い見たい。 ええ、だから、まほろ番外地みたいな感じでさ、大根さんでさ、ゼロからやってくんないかな <laughs> いやいいよ、ね、地面紙関係ない話。関係ない。<laughs> 地面師一切関係ない。タ <laughs> つ。<laughs> つ。伝説のタつ。伝説のタつ。<laughs> いいよな。だから、ほら、あの、立つさんが、うん、ほら、あいつは、あの、ハリソンは出せるから、追い詰めたから。ね、確かに。あの、ハリソン追い詰めて逃がすまでの話とかやってほしいね。だから、え、情報屋まだ生きてるもんね。全然いるもんだ生きてるから、<laughs> 後ろから、 <laughs> 作業服着た人につけられてないもんね。なんであの死の描写。<の>怖すぎるね。あまあというわけでいいですね。やっぱもう本当一発と一発で好きになるっていうのは。はいはい 本当にすごいことだと思うから俺、俺。本当にすごいよ、ね。いや、こ、なんならもう、そんな7話かけてやるよりも、うん、<laughs> あの、一発で好きにならせる方がよっぽどすごいからい。そうだよね。っていう意味で好きなキャラランキングでやっぱり4位には入れない,と思いました。素晴らしい。はい。はい、よかったです。はい。じゃあ私、大島康之の、地面師たち好きなキャラクターランキング第4位ははい。ルイ・ビトン。お<っ>竹下。 北和樹ですもういいでしょもうええでしょもう真似ええでしょ<う>こいつはもうええでしょ今日なんで 今日散々やりましたよ。もうネタバレしちゃったちょっと。やっぱこいつはもう本当にバグ中のバグだから。はいはいはい。こいつのおかげで物語が面白くなってるし。はいはい。なんなら、こいつのせいで、受面者の本質とは関係ない話のアクシデントが広がってるので。うですまあ本当に面白スパイスやろうですよ。はい。ただ単に。まさに。エンタメやろうですよ、ただ単に。まさにそうですね。何の本質も描き出してないんだからこいつ。そこいつ何なんだよっていう。ただのサービスキャラですから。そうそうそう。だから、まあ情報屋のね、送り 二さんがチチーートトキキャャララっていううこととでで言逆すよねそうですね。スーパートラブルメーカー。はい、で、まあ、場面ランキングの時も話しましたけど、はい、まあ最初から調子悪いっぽいっていうのがやっぱ良くて、こいつの全盛期を僕らは見ることができてないんだろうなっていう、 本当はね、その脳を使う仕事なのに、はいはい、ちょっとね、その脳に悪影響のあり,そうありそうなドラッグにもう使っちゃってるって言うんで、もう本調子じゃないんだ、こいつは。わかりますよ。それが切ない。うん、ちょっと哀愁あるんだよね。だからね、わけわかんないしムカつくけど。っていうのがこの人の魅力だなと思うなはいはいはい。いや、まさにね、うん、そう。 あんなに書き回すのに、バカキャラじゃないっていうのがいいですよね。そう、一番知的な職業ですから。そうなのよ。土地を持ってくるとこからやってるから、こいつ。そう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 。あれいいですね。はい。手が分かります。いや、分かり嫌いじゃないでしょ、みんな絶対。嫌いじゃないよ。みんな大好きよ、本当に。素晴らしい。素晴らしいですよ。はい。じゃあもう行きましょうか。じゃあ、なんかこんな感じで省略できるな、ポンポン。そうですね。はい。こんな感じでいかないと終わんないから。でもまだか被ってないもんね。まだ被ってない。はい。まだ3位。 第3位。はい。ハリソン山中です。おー、来ましたか。はい。はいはいはいここで来ました、ハリソン山中。あなた好きだもんな。はい。うん。そうですよ。え、匠を上回ってくるの匠を上回るし、ちょっと俺ここでね、あのね、戦わなきゃいけないと思って。まあそうなんだよね。俺ね、知ってるよ。はい。大島さん、あんまハリソン山中好きじゃないでしょ。そう、俺ね、実はね、こんだけ地面師の話しててね、ハリソンの話ほぼしてないんですよ。ちょっとね。うん。 ここからちょっと戦おう。長くなりそうだな。長くなりそうだな、もう。やっぱハリソン好き派と、ハリソンそんなにハマってない派で。いや、そうなの。やっぱ好きなキャラランキングをするんだから、ちょっと戦わせてくれ。申し訳ないけどね、そうなのよ。どっちから話そうだから、俺は、軽くその好きなところを言うと。どっちからそうって言っても喋り始めるのずるいからね。いや、いいよ、どうぞ、どうぞ。まずさ、やっぱの恨みはない恨みはない